はい、こんにちは、2時前ですね、気温は、どうだろう、日差しは暖かいけど風がね冷たいです。で今ね、先週ちょっとねマイク買ったばかしの分が調子悪くて、音声がねうまく入ってないっていうか、まあ、ほとんど入ってないのもありましたけどね、なのでね、まあ、一応それを買ったとこっていうか、まあ、買った、その海外の通販でに言うとね、まあ、一応ねまた返金してもらいましたんでね、また新たに買い直して今注文してるとこです。はい、なので、また今日ちょっとね風がまたうるさいっていうかね、風強いんで、ちょっと聞き取りづらいっていうのもあるけど、まあ、それで行きましょう。で、まあ、最近ね何撮っていいかわからないって思って、まあそんな中でね、なんだ、視聴者さんからねコメントでね、まあホバリングで挫折する人もいますからねみたいな感じであったんで、そこでねまあふとね、そういえばホバリングで諦める人もねまあいるっちゃいるやろうなとは思って、まあ自分もね一回エンジンヘリね最初初めて買った時にね浮かずにね全然スキットが地面から離れずにね、もうそれからもうすぐ売り飛ばして挫折はした経験者なんでね、それでね、ちょっとホバリングの方ねちょっと中心にやってみようかなと思います。はい、なんか変わった車が通っていってますね。はい、ということでね、まあ、そのホバリングの、まあ、またね、まあ、何回かねアップはしてますけどね、そのコツですね、ホバリングのコツ、まあ、こういうのね検索するには、まあヘリファン1個開けてで、まあ、ホバリングで入れると、まあ、大体出てきます。うん、まあ、その要はヘリファンの後にね1個開けてそう調べたい、まあ、自分が上空してるんならねロールループとかねロールとかね、そんな、文字をね入れると、出てきますんでね、まあ初めての方はねやっぱしループもロールもね、まあ、ある意味専門用語みたいな感じになっちゃうんでね、宙返りって、ね、入れる人もいると思いますしね、ロールって何ってまずそこからね分からない人もいると思いますしね、で、まあ、この前のバック飛行がちょっとね本当説明一生懸命してますけど全然ね、できてないっていうのもあるし、でその前の S1 のねあれ S1 ホバリングのね、仕方かな確かをアップしてますけど、あれ機体がねカメラにね映り込んでないんですよね、せっかくのね動画でスロットルだけでもホバリングっていうかねするんでいいんですけどね、なので、ね、ちょっとバタバタとね、1週間分ね最低でも1週間分ちょっと撮りたいんで、で今日はちょっといぶきくんはねスケボーの日なんでちょっと今日はお休みです。どうなんだろう、2週に1回なのか、月1なのかな、ちょっとわかんないけど、なんかそんな感じでスケボーもね、練習してますね。はい、じゃあちょっと1本今日飛ばしちゃったんで、5本買ったけど1本飛ばしてもう1本は、膨らんでしまって、なので残り3本で今ね、注文また5本かな、ほどね注文してます。はい、その注文するとき、まあ、自分の動画見て過去の、ね、動画見てからねやっとショップが分かったんですけどね、以前500何本で買った気がするんですけど今回見たら、600何本でした。でもまあ純正のねリポもね600、
最低でも600何歩するのかな、同じぐらいだったんでね、まあ純正よりもまあこっちの多分持ちいいんじゃないかなとは思うんですけどね。じゃあちょっと撮りましょうか。本当ね、ホバリングで止まって挫折、その挫折がね、なんかね、こうもったいないんですよね。まあ今の自分からしたらね、当時の自分はね、本当挫折してもう、うん、こんなん飛ばせないよって、なるんですけど、昔と今はね、ちょっと機体が違うんでね、どう違うかというとね、これには6軸がついてるという。昔は6軸っていうか3軸すらもないけどね。いいかな。はい。ちょっとネックストラップしてないけど、おっと、こっち一脇を。じゃあ、ちょっとこの辺で飛ばすか。はい。まあ、ホバーリングですよね。こんな感じで、今、モーター硬いじゃんな。まあ、だいたい基本ね、スティックセンターで、ホバリングですね。これちょっと今一メモリ下で浮いてんな。まあ、バッテリーによってね、元気さが違うんでね。ちょっとまたいじるかな。スロットルカーブ。3番。2番で今37で飛んでるんで、3番の42を、ちょっと待ってよ。37ね。37。37にします。今何ボロしたっけ？あ、いや。37。42やったっけ？ 4 番42。2番。2番が37だから34ぐらいにするかな。32でいいか。で、まあ、離陸させます。はい、センターここだな。まだ動くね。回転数的にはそう、いい感じなのでね、今度はね、ちょっとピッチの方を触りましょう。ピッチカーブ。センターが70か。結構高いな。高いな。2が60ね。じゃあその間取って65にしよっか。じゃあ2が60、65、75、70にしよう。そして5が85ね。はい。で浮かせてスティックを、ちょっと下ろす。センター、あ、ちょっと降りるな、微妙かな。機体がね、上下しないところで、はい、今これスティックセンターです。でもちょっと降りるな。今風が止んだもんね。風が止むとまた変わるんだよね。少し、はい、こんな感じでね、今スティックセンターになってますけどね。あとまたね、再起動がかかったかな。はい、もう大体こんな感じでね、スティックセンターで、まあ、とりあえず、ホバリングするところに持っていくんですけど、そういう風にね、調整していくうちにね、バッテリーがなくなってしまうんでね、それで電圧がね、下がってね、結局、ずっとね、調整しながら、調整が決まらないっていうことになって、また電池をね変えたらね、またいきなりね元気になってね、また回転数が変わってね、やりにくくなるっていうね。65から68ぐらいするかな。3上げよう。風のない方がね、北山市すぐに流れないんでね、
まあ、ホバリング練習にはもってこいなんですけど、案外地面ギリギリでね、こう、自分の吹き下ろしの風でね、持ち上がったりするんでね、こうなんかギリギリをね、こう、極めてるというか、こんな感じですね。はい。で、まあ、ホバリング調整ができたら、もうあとはね、飛ばすだけなんですけどね。まあ、これ三軸ですね。六軸にします。はい。まあ、六軸にするとね、フルにエレベーター打ってもね、これ以上傾きませんのでね。エルロンもね、音、ただがもう入ったぞ、今。こう、エルロン、グッグッとね、倒してもね、こんな感じで。あと、同時に映らんな、これ。こんな感じでね、これ以上倒れません。なので本当今ね始める方はねもう、ラッキーですね。でまあ要するにまあスティックはもうこっちねバネでね、センターになるんでもうスロットルだけで基本的にはね浮きますんでねこうまあ浮くのは簡単に浮きますけどねただこう流れてきます。それを止めるのがまあヘリなんですけどね。まあ流れる方向だいたい一定方向だいたい決まってますんで、まあこれエレベーターでちょっとアップ入ってる感じだから、後ろに来るんですよね。なので、こうエレベーターをね、ちょっと前にずらしながら、こう浮かせて、まあ指をね、もうエレベーターずらしたらね、そこで指をね、固定する。あとはもう、スロットルだけで、まあ一応上下ですよね。あとはエルロンで左右。ちょっとエレベーターを押しすぎるとね、前に行きすぎるんでね。機体がちょっと見えにくくなったのかな。はい、こんな感じでね、調整。こう、まあ、エレベーターも逃げなければね、もうこう、エルロンだけでね、もうエルロンも打たなくてもこんな感じなんですけど、こう、左に行ったらちょっとエルロン、じわっとね、右。こう、跳ねない。こう、じわっと行って、機体が左に流れなくなったらそこで指をね、固める。うん。そんな感じで、エレベーター方向もね、まあ、それ以上バックせんようにね、こう指を、もうそれで止まったとこで指を止める。あとはそこを基準に微調整して、飛ばすわけなんですけどね。はい、これはまあ、ホバリングのね、まあ一応仕方な、やり方っていうかね、なりますけどね。要はバランスの合ったところで指を どんだけね、固定できるかどうかっていうね。でそれ風もね一定の風ならねその指を完全に固定するとその場でホバリングを維持してくれるんで、でまたそこからあとはね移動させたい方向のスティックをちょっと強めに倒してあげるとそっちの方にさーっとほんとね1ミリ倒すかどうかっていう感じなんですよね。まあ、それもねじわっとねじわっとで止めるときもね、じわっとこう押してあげる。ちょっと風強かったね。そうするとその分だけね押されるんで、そんだけまたエレベーターをじわっとね、前にね倒す感じでね押さえていきます。で釣り合ったとこでまたそこでねストップさせて、そこを基準にエルロン、エレベーター、電池切れですね。もう降りたらすぐにね、スロットル下げます。はい。まあなんか、ギャラリーがいたような気がしたんだ。はい。ちゅうことで、まあ、ちょっとモーターカットしておきますけどね。うん。今、もうね、自然に、もう機体がね降りてきたんでね止めましたけど、今これ電池入れ替えてもう音静かになりました。はい。うん、どうでしょうか、ホバリングの、まあ、コツみたいな感じなんですけど、
この機体はね、本当にね、6軸3軸、飛ばしながら設定できて、なおかつ、落ちてもね、そうそう壊れないというね、まあもちろんアスファルトだとちょっとダメージ大きいんですけどね。まあこういった草地の上であれば、ほぼ壊れないですね。キャノピーがちょっとまあ、飛ばし方が激しいんで、自分は割れたんですけど、多分ホバリング練習中なら割れないんじゃないかなって思います。まあ、割れてもね、裏からテープでね、止めて、して、まあちょっとね、瞬間かなんか流しちゃって、で、まあそのまま放置しておけば、大方固まると思います。うん。ですね。これは一応ピニオンをね、9に変えてますよね、確か。普通純正は8なんだよね。だから8の、まあ初期のね、8のピニオンの方はね、回転数がもう少し低いんで、さっきの数値よりかちょっとね、高めになります。はい。ということで、16分やね、そろそろ行くの。うん、とりあえず、ホバリングで、まあ、止まってる方がいたらね、まあ、本当いろいろとね質問、気軽にね、質問してください。まあ、ホバリングの、まあ、さっきのポイントみたいな感じはね、本当、今、まあ、抜いてるんでね切りますけど、まあ、まず基本的な持ち方、まあこれは人それぞれなんですけどね、こういう風に持つ人もおれば、まあこう両指でホールドするとかね、まあこういう風に持つ人もいますけどね、いろいろまあ持ち方は飛ばしやすければいいんですけど、できればこうネックストラップでね、プロポがね、こういつも違う方向を向いたりねしないように、こう機体を追いながらこうプロポまでね傾いたらね、こう指がこう届かないとかね、なんかいつもと違う感じになりますのでね、お腹を下に当ててね、飛ばします。もうお腹にねくっつければもうホールドされるんでね、はい。で、基本、両方がセンター、これですね、センターで、まあ、ホバリング、機体がね、上にも下にも動かないような設定で入れときます。で、まあ、風によってね、上がったり下がったりはもうしょうがないんですけどね、まあ、無風の時にね、だいたい調整させてね、あとはもう、そのままの調整で飛ばすんですけど、こちらのね、設定の方でね、でまあ浮かせて、ホバリングさせるけど、どうだろうな、こう芝生とかはねよく引っかかったりするんでね、若干テールをねこう前姿勢で前傾姿勢でちょっと浮かせていくと、ケツがねテールローターがね草にね当たりにくくなりますんでね。でまあある程度回転が入っていったらもうスティックセンターぐらいだったらもうこっちもね下ろして大丈夫ですね。でそこからじわっと上げていって、機体がもうセンターかね、このスティックがセンターか上に上がったらもうこれかここからもう浮き出しますんでね、そこからじわっと様子見して上げていって、でその時に機体がどっちに流れるかによってカウンター当ててあげる。もし左にちょっと倒れ何か落ちた、何かは何が落ちた、飛行機、大きいやつ、あ、ちっちゃいやつ、ちっちゃいやつもうちょっとだっけ、あ、そうなんだ、ちっちゃい飛行機あったっけ、もし左にね機体がこうかやりそうな時はちょっとエルロンを右にした状態で水平にして、そのエルロンを固定した状態でそのまま上に上げるみたいな、離すと、ね、左に戻る感じ、要は機体が左にかやりそうなら右にして水平にさせて、でそのまま上昇させる
で、これがちょっとでも緩むと左また流れていく。で、逆に強かったら逆に右に流れていくから、その時またちょっと緩めてあげる。で、とにかく指のこうホールドの、練習っていうかね、こっちをまあメインにした方がいいかな。で、あとはもう機体がね、こうじわっと前に進み出してたら、エレベーターをじわっと引っ張ってあげる。じわっと。本当1ミリスティック的には1、これでちょっと1ミリぐらいな。1ミリかそこらでこうじわっと調整しながら。で、機体が前にも後ろにも行かないところに行ったら、そこで指を固定する。で、それがもう指のデフォルト。になって、そこから前進させたい時にはもこっちを緩めてあげると勝手に前進しだすし、さらに押すとどんどん加速していく。で、ブレーキする時もじわっとこうブレーキする時はもう引っ張ってあげる。まあ、規則があると、引っ張った時にはこう規則があると上にこう引っ張った時はこうちょっと上に上がっていく、中腹性があるからね。こうなので、本当ならじわっとブレーキをね、こう要は車でいうね、半ブレーキみたいな感じ、じわっとブレーキがもうちょっと擦れてる感じでスーッと止まっていって、で最後ピタッと止めるか、もうある程度規則がね止まればね、もうエレベーター引っ張ってもね上には上がることないんでね。で、逆にこれをね、ブレーキのために、引っ張ってるのに、緩めない人、機体が行ってブレーキかかって止まったのに、ブレーキを、元のホバリニュートで自分のねホバリングニュートラルに戻さない人は、ここからまた後ろに加速していくので、もう本当ブレーキで止まっていくのに合わせて指もちょっとずつ戻していくみたいな感じでするといいです。そうするとね、止めたいところで止めれるようになりますんでね、まあ、規則があればあるほどね、グーッと来てキュッとやってすぐに水平するとかね、もう前進してブレーキかけて、規則が死んだ瞬間にピッとエレベーター機体をね、機体を水平にしてあげる、ちょちょってにするとその場で止まる、急ブレーキっていうか、まあ、急停止することができますんでね、まあ、これはもう本当練習しかないんでね、頑張ってください。はい、とりあえず以上になります。